突然だけど、みんなは P1 哨戒機って知ってるかい？そういう飛行機があるっていうのは聞いたことはあるけど。知ってる。世界上自衛隊が保有する偵察機のことだよ。まあ確かに偵察に優れてはいるけど、今現在の哨戒機はそれだけじゃないんだ。もともとは第二次世界大戦時にひとしき陸攻と呼ばれ、大日本帝国海軍の陸上攻撃機なんだけど、従来の戦闘機よりも爆弾や魚雷を大量に機体内部に格納できることにより攻撃性能がアップし、それだけじゃなく飛行性能までアップさせた当時としては画期的な戦闘機だったんだよね。そうそう、終戦間近で開発された飛行機だったから、原材料の不足で確か60機くらいしか作れなかったんだよな。60機って少ない。生産台数のことは仕方ないね。終戦間近は鉄不足で民家の鍋や包丁、お寺の金まで軍に回収されてた時代だからね。逆にあの状況で、60機生産できただけでもすごいことだと思うよ。じゃあ、その当時60機しか作れなかったひとしき陸攻が現代に復活したってこと？そういうことだな。P1哨戒機がひとしき陸攻の進化版ってことだな。新しく進化を遂げた海上自衛隊が誇る P1 哨戒機を紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。じゃあ改めて P1 哨戒機の性能を紹介していくね。日本の海上自衛隊が運用する P1 哨戒機は、偵察任務に優れているのはもちろんなんだけど、攻撃面でも、空対空、空対地、潜水艦への攻撃までも視野に入れた万能な機体なんだ。それだけの攻撃面を備えているということは、装備もかなり特出しているんだよ。アメリカ製の高性能な対艦ミサイルや誘導弾を備えていて、海上にいる敵を攻撃するための魚雷も装備しているんだ。その魚雷も、深海や浅瀬など深さによって能力が異なるものを装備しているんだ。これだけでも、ただ偵察任務をこなすだけじゃないのらわかるな。全方位型の万能攻撃機ということになるな。でもさ、空から撃った魚雷でどうやって海中や海上の敵を攻撃するのさ？そうだね。普通は魚雷といえば海上から海中、海中から海上に攻撃するもんだと思うよね。魚雷が発射されると、海面にぶつかり円を描きながら潜っていくんだ。魚雷にはパッシブソナーとアクティブソナーが備えてあるから、その能力を駆使して、海中の標的を探すんだ。パッシブソナーは聞き耳を立てることで、海中の様々な音から敵の機体のスクリュー音を聞き分けて、敵の存在を察知する装備なんだ。アクティブソナーは自分が音を発することで敵艦に反射する音を聞き取って、敵艦の存在を察知する方法だね。要は敵艦の察知のやり方がアナログかデジタルかの違いみたいなものだよね。P1 哨戒機にはこのような装備が搭載されているから、日本の空と海、両方を守ってくれているんだね。なんとも頼もしいことだよね。そうだね。確かに頼もしい存在だよね。でも、P1 哨戒機はこれだけの性能を持ちながらも最近まであまり注目はされていなかったんだ。ある隣国との事件が発生したことで、皮肉にも注目を浴びることになったんだよね。隣国か、どうせあの国だよな。これはみんなすぐに察してしまうよね。当時はメディアでもかなり大騒ぎになった出来事だったからね。事件は2018年12月20日に起きたんだ。能登半島沖の日本海で、韓国海軍の駆逐艦が日本の自衛隊機に火器管制レーダーを照射したという事件なんだ。世界的にもかなり注目を集めた事件で、当時は大騒ぎになったから記憶にも残っているよね。結局、日韓双方の言い分が食い違って、何も解決することなく現在に至ってるんだ。確かその事件発生当時、映像も公開されてたよな。あの映像を見ると、韓国の言い分は、かなり苦し紛れの言い訳に聞こえなかったか。韓国の言い分はどういう言い分だったの？その時の韓国の主張は、日本の航空機が異常に低い高度で我々を威嚇してきたってことだったんだ。しかし日本は専守防衛を掲げてる国、こちらから威嚇するなんてありえないよね。この事件は、結局うやむやのまま、解決することなく放置されてる状態なんだ。今後のためにもきちんと解決するべき問題だと思うんだけどね。どんな決定的証拠を出したところで、あの国が非を認めて謝罪するなんて考えにくいけどな。確かにそうだね。そして、この時に韓国の駆逐艦から火器管制レーダーの照射を受けたのが、P1 哨戒機なんだ。P1 哨戒機の実戦配備は、2013年3月から開始され、今まで使用してきたアメリカ製の P3C オライオンは20カ国で運用されていた定番中の定番の航空機だったんだけど、20年にわたる運用により、老朽化が進み、その代替機として P1 哨戒機が登場したというわけなんだ。ここで、P1 哨戒機の詳しいデータを紹介していくね。乗員は11名、全長38メートル、
全高12メートル、全幅35メートル、最大離陸重量78トン。エンジンは、日本企業の IHI 社製のターボファンエンジンを4機搭載しているんだ。この数値だけ見ると、先代の P3C オライオンを少し大きくしたものとわかるんだけど、一番の変更点といえば、プロペラ仕様のターボプロップ型から、ジェットエンジンに変更されたということだね。このターボファンエンジンも国産エンジンだから、柄崎重工業で開発された機体と合わせると、純国産の航空機と言えるよな。紹介を続けるよ。P1 哨戒機には、機体の前方下部に兵装を格納する格納庫があるんだ。この格納庫には、対戦攻撃用の兵装が格納されていて、主翼の下にも空対艦、空対空ミサイルを計8箇所搭載できるんだ。P3C は計4発だったから、単純に倍の装備ってことだね。哨戒活動だけでなく、いざという時の攻撃力も強化されたということになよね。この P1 哨戒機の開発費は3500億円と言われているんだ。これまで導入済みの1機あたりの価格は175億円と言われているから、F-35 ライトニング戦闘機の116億円と比べても高額な機体だということがわかるね。哨戒機の値段を安くしたいところではあるけど、日本国内の企業からの採用のみでは安価にするのはかなり厳しくなるよね。となると、武器を外国に販売して外資を稼ぎたいという手段もあるけど、武器輸出三原則の緩和が進んだとはいえ実際に P3C 哨戒機の代替機として諸外国に話を持ちかけたんだけど、あまりいい反応は得られなかったみたいだね。純国産にこだわったあまりコストがかかりすぎてしまうのは仕方ないことかもしれないな。P1 哨戒機をもっとたくさん配備するには、まだまだ課題が多そうだな。それなら、逆に国産にこだわらずにアメリカ製の哨戒機を購入することはできないの？確かにアメリカには P3C オライオン哨戒機の後続機となる P8 哨戒機というのがあるんだ。アメリカのボーイング社が開発したもので、航空会社だけあって P8 哨戒機は、信頼性や安定感の高さで高評価されてるんだ。ボーイング社は戦闘機分野では、F-35 ライトニング戦闘機を開発したロッキード・マーティン社に遅れを取っているけれど、この P8 に関しては西側諸国の標準になりそうなんだ。それにアメリカは国内で運用するものと同レベルの機体を他国に輸出することは許さないから、お金を払って購入したとしても、アメリカの P8 哨戒機より性能がダウンした機体しか購入できないんだ。確かにそれなら高い金払ってまで性能がダウンしている哨戒機を運用していくのは考えものだよな。アメリカも意地悪だね。同盟国なんだから、そのままの性能の哨戒機を日本に輸出してくれてもいいじゃないか。そうだね。だからこそ国産の P1 哨戒機を採用したことが、結果オーライとなるように日本の防衛産業には、低コストでテクノロジーやノウハウの蓄積を期待するしかないね。日本の技術力なら、そう遠くない未来に低コストでアメリカの性能にも負けない航空機を開発してくれるんじゃないかな。そうだな。防衛産業に関してはアメリカにまだまだ遅れは取っているかもしれないが、ものづくりという点に関しては、負けてないからな。諸外国も欲しがるような性能の、航空機の開発を期待したいところだぜ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。